どうもこんにちは、ラッチでございます。初日ではないんですが、大の大冒険ガチャ引いていきたいと思います。本当はですね、月曜日、昨日出したかったんですけど、ちょっと静岡の方に行ってまして、で日曜日動画出したかったんだけど、なんか日曜日東海道新幹線が停電かなんかで遅れやがって、予定がめっちゃ崩壊しましたっていう言い訳をさせてください。ということで引きましょうか。なんかね、貴族生いたんすよ。あんまり期待していなかったんですけど、星6ではありますが貴族生がおりますよということで、まあね、星7以上にはいないんですけどね。でもこのコラボね、水属性はゼロなんで、まあそれよりはいいのかなということで引いていきましょう。この辺も見てみますが、フローラ、声裏返っちまうよ。フローラってドラクエにおるよね。そもそも5だよね。名前かぶっちゃうの。一応なんかさ、派生作品的なやつだけど、ドラクエ内で名前かぶっちゃっていいんすかって思いますけど、だいたい全然わかんないんで、すいません。なんか関係があったら引きます。開催記念からいきましょう。ダイヤは確定なんだよね。つまりどんどん引いていきますよ。5連のおまけ確認。あ、いいですね。石がなかったです。原画紙は結局ね、金曜日以降に引こうと思っております。そうしましょう。アルテミスが入ってると信じて金曜日から引きたいと思います。なんかすごくない？と思ったけど、そうか、そっからポコロンならまあすごくはねえわ。頼むよ。あんまり星6で沼りたくないっすよ。星7以上の方が多いやんけ。さあ止まりました。誰ですか？アルビナス。なんかモンハンとかにいそうですね。アルビナスっていそうだよね。飛竜にいそう。これ新キャラっすね。お、これサイリアじゃない？バーン。あれ、これ止めれるようになった？ここで詳細が見れるようになっているのはだいぶ昔の話かもしれません。究極追加されております。これなんかすごい原作再現ってね、みんな言ってましたね。まさかこのさ、数ターン後に発生するっていうスキルがさ、今になって出てくるとはね。なんかもっと前からあってもさ、良さそうな感じじゃない？意外とその技術的に難しかったらなんか申し訳ないんですけど、なんかね、なんかね、もっとなんかありそうでなかったの極みだよね。いきます。あ、素晴らしい。もうそれでいいんですよ。これでいいんです。ただ、あ、出ましたね。よし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 。なんかこの騎士っていうかさ、こういうシリーズがいるんですかね。シグマってなんかさ、なんだっけあれ、死んだ晩鐘かなんかにおったよね。なんと多色です。貴族生いましたが多色です。はい、武器も多色です。悲しいですね。まあ3色なんで使えなくはないぐらいなんですけど、まあ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 、リーダースキルライトニングバスター。ひかりちゃんかな。あとね、4あと引いて終わりたい。10は取りません。4欲しい。動画のネタ的に。こっからさ、あ、いいよ。いいよいいよいいよ。ついでに狙っちゃおうか。BGM かなんかわからんけど、このフローラ。フローラ BGM ついとるんですか？え、違う。黒メダルだって、あ、BGM もついてました。黒メダルついてるんだったら買いてえな。なんか早くない？課金。行きましょう。あと3ね。あと3引いてフローラ引けてなかったらもう、購入ということで。いや、黒メダルがあるから結局購入ってことで。購入確定です。なんかさ、この辺と似てない？違うかな？こいつは違うか？なんか、お仲間？
分かんないですね。ここで一体引こう。ダイ。本当はこんなにねガチャ引く予定でもないんですけどね。なんかさ、他の貴族生ボロボロ出んのにさ、さあ絞ってないですか新キャラ。行くぜ。もう特に話すことがないぜ。原作わかんねえしよ。え、そうだ、持ってないキャラはねこの演出が入るんですよ。これ忘れがちなんですよね僕。この人かな。あ、この人ですわ。フローラさん、武器が強かったら嬉しい。はーい。いらん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 、想像以上にいらん。で、想像以上に渋い。いい、そのさ、ポクロン卵出さんでくれも。え、まだいんの新キャラ。あとはなんか進化とかで終わりな気がしていましたか。どちら様でしょうか。ロンベルク、おい二体所持になっとるやんけ。あ、武器いいですね。いや、あの闇属性に変えながらバインド耐性つけれる武器は確かなかったはずなんで、この前なんかそんな話しましたよね。まあ、属性変わるやつはね、どんだけあっても困りませんから。最近は逆に選択肢増えてきて大変なんですけどね。属性変更の武器もさ、たくさんあったらあったで困るんだよな。もうどれをつけたら一番いいのかがわからんくなる。キャラも武器も多すぎねえちょっと待って、おもんないおもんない、さすがにおもんないよ。さすがにだって2体でしょ。おもんないな。マームの方が出とるんちゃうか。なあ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 、おもんないって。やってらんねえっすよ。そんな、だってさ、難しいこと言ってないんだってなあ。言ってないよな。なんでなんでしょうか。一旦これ買っちゃいます。あ、ちなみに課金額のね動画なんですけど、去年の。もうちょっとお待ちください。集計は終わってるんですけど、あの顔出し足りんやないかい。まあ例年通りね顔出しでやろうと思ってるんですが、ちょっとね怪我してまして、顔面を顔面っていうとなんか壮大ですけど、ちょっとその怪我治るまでお待ちください。別にいいんですけど、アイドルとかなわけでもねえからさ、別に気にしないんですけど。来たよ。おお、突然来たよ。突然来ましたよ。今ちょっと別の話をして欲がなくなりましたから、やっぱ欲出しちゃいけません。やばいやばいやばい、そんなの求めていない。はい、出ず。なんでもうちょっとねお待ちください。1月中には出せると嬉しいな。まあ大怪我でもないんで、そこも心配しないでください。なんかロンビルクさん最後めっちゃ出たな。とりあえずまあこれでやりたかったことはできるんで、いいでしょう。おつ、だいだいおつ。ただね、あれがあるんですよね、メダル。こちらモモンジャからのゴーレム貴族性をもらいました。ありがとうございます。まあ何属性ですかって言われたらお前ら貴族性って感じはするんだけど、これ嬉しかったですね。あとはこいつだよね。なんでジャミラスがこんな強いの。ジャミラスって大々でめっちゃ強いんですか。僕の知ってるジャミラスはねこんな強くないんですよ。メラゾーマもこんな強くないんですよ。これメラガイアでいいと思うんですよ。やりすぎだと思うんだ。なんでこんな露骨に非属性ばっかね、周回性能が上がっていくんでしょうね。キメラ非属性なんだ。キメラなんかよく見るとキモいね。ハゲだもんねまあそんな感じで黒メダルの方がね性能はいいんですけどね。まあ、貴族性はこの普通の
ダンジョンで落ちるメダルで交換キャラが増えましたということで、まあこれもねまた交換しておきましょう。なんで複数は交換できません、貴族性。残念。あ、うまい、10連だ。いいね。ちょっと奇跡の質がしょぼいけど、これまた引いておきます。はい、ということで、大の大冒険コラボガチャでございました。今回も貴族性は特に環境変化なしということで、次のガチャを待ちましょう。さよなら。